はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、はい、今回特殊なモッドを持ってきました。はい、確かね、恐怖のクリーチャーモッドみたいな、はい、モッドなんですけど、これ実は何回か紹介しておりまして、そうです、あのラーバントがいる、モッドですね。まあ、ラーバントっていうのはおそらく結構もうマイクラとか調べても、モブの中でマイクラのモッドとかも合わせたモブの中で、まあ、さすがに無敵とかね、その無敵とかどんな敵にも一撃系はなしにして、その本当に純粋に例えばダンジョンとかに出てくるようなボスの中でおそらく一番強いって言われてるのがこのラーバントなんですよ。まあまあ諸説ありですけどね、なんか最強のモブ同士戦わせてみたみたいな、モッドで大体ラーバントか誰かみたいな、もう一人みたいな感じで出てくるぐらい、まあ、かなり有名だし強い、モブなんですけど、今回このラーバント VS、五条先生で戦わせてみたいなと思います。で、先に言っておくんですけど、このラーバントと五条先生、実は一回やっぱりね、企画倒れっていうのが一番なので、事前にちょっと戦わせてみようと思ったんですよ。で、ラーバントですね、こちらです。はい、まあ多分僕の動画で知ってくださる方、見てくださってる方多いんじゃないかな。で、このラーバントなんですけど、はい、体力ついに大台の1000ですね。はい、1024、こちらを叩き出すことができたんですが、でここに五条先生を出すんですよ。はい、しかし残念ながら、戦うことはできませんと。はい、で一応バトルモッドでも試してみたんですよね。五条先生となんか鬼殺隊が戦うっていうモッドがあるんですけど、それでやっても一応やっぱりラーバンとは反応しなかったと。まあ、だったらじゃあ五条先生の、まあ、術式使ってやるかと思ったんですけど、それもやっぱり違うじゃないですか。全然やっぱり五条先生、純粋な五条先生にと戦わせたいと。で、その時にどうしようかなって思った時に、なんと、ラーバントと戦わせることが成功したんですけど、その、方法なんですが、現在、まあ、フレンドモッドというか五条先生を仲間にすることができるんですよね、パンで。でその仲間になった五条先生、これで僕がラーバントを叩くと、なんと五条先生戦ってくれます、ラーバントと。ということで、ちょっとかなり無理やりな方法で、今回、ラーバントと戦ってみたいと思います。で、残念ながらね、僕がクリエイティブモードの状態でラーバントを叩いたら、五条先生だけ攻撃するんですよ。なので、僕は一応今んとこ進捗がどんな感じなんだ？サバイバル、このようになってるので、まあ、血を大量に飲んで、で、さら、血飲んだらこれ襲ってくるかな？ちょっと待って、大丈夫かな？ちょっと待ってくださいね。血飲んだらこれ、ペットだろうが、五条先生襲ってくるとかある。ちょっと待ってね。これで、時間をセットさせて、ちょっとこれの確認だけちょっと怠らないようにしとかないと。大丈夫？ OK ね。ついてくる？ついてくる。一応、鬼だろうが、あー、鬼でも私を愛してくれるのね、五条先生、ありがとう。鬼の私でも、五条先生愛してくれるなんて素晴らしい。これ、あげれる？あげれる？あげれそう！なんかあげる。あ、いた！え、雷？今、雷直撃した？結構な今、確率じゃない？雷当たるって。まあまあいいです。これでとりあえず鬼の力を強めていき、まあ限界に達したと。まああとは体力しか上がんないんですけど、これで、あと装備もしっかりつけて、僕はサバイバルでラーバントに挑みます。で、僕の体力がなくなるまでに五条先生がラーバントを倒せば勝ちというルールにちょっとしようかなと思いますので。はい。ということで、じゃあ行きましょうか。あそこにいるんだけど、ちょっとあそこは今五条先生が近くにいてしまうので、ちょっといろいろ、ちょっと準備で申し訳ないんですけど、装備を整えましょう。で、一応、これですね、無一郎くんのこのズボンの回復もあるので、これが一応最大だと思うので、かぶら丸を、これだね、雲の頭。これにすることによって、一応暗視もついて防御も5と。そして、本当はね、靴もいつかちょっとね、出てほしいな。うん、今だとちょっとネザライトのブーツしかないので、まあ、この完璧装備で、いきましょうか、それでは。まずラーバント出しましょう。はい、こちらですね。で、ここから僕はサバイバルにします。そしてこの五条先生はラーバントに襲いかかるはずです。いきます、勝負だ。おら、よっしゃー、始まりました。いけ、いいぞ五条先生、頑張れ。あ、大丈夫か。いけ五条先生、そっか、近く行かないとダメか。近く行ってあげよう。いけ。どうだ五条先生、当たってる？五条先生、ダメージ与えてる？あれ？五条先生？
五条先生ぴょんぴょんぴょん飛んでるだけだけど、五条先生ぴょんぴょん飛んでるだけです。五条先生ダメージ、おー来た、で僕に無料勲章は違うでしょ。ちょっと待ってください、五条先生僕に無料勲章は違うと思います。先生これダメだ、ダメージ受けてない。長いな、五条先生。これ、スクナで、ラーバントと戦わせたら、そしたら領域展開で、ラーバントに多分ダメージ与えられると思うんですよ。それでやってみましょう。はい。長くね？あ、落ちたんだが？よし、それでは行きましょうか。あれ、まだ五条先生いるかな、あそこに。え、てか、スクナってさ、ちょ待って、スクナってそういえば、仲間に、あ、なりませんね。なりませんね。そうですよね。すいませんでした。はい。仲間なりませんね。じゃあ、ここで、スクナ、あーでも近くに五条先生いるわ。ダメだ。あー別のラーバントのとこ行きましょう。別のラーバントとか別で出しましょう。じゃあここでラーバント出します。そしてスクナと多分戦うはず。スクナだったら。行きますよ。ラーバント。そして、行ってこい、スクナ！どうだ？行ったよ、行ってるね。さあ、おお、ダメージ与えてる！与えてるよ！あ、戦ってるスクナと！どうだ？いや、待って、スクナ強え！いや、スクナ強いわ！これね、いい勝負になる、多分。そして、多分逆に言うとこれ、普通にもし、通常、ダメージを受ける状態、ラーバントにね、ダメージ与える状態で戦わせたとしたら、多分これ、五条先生の勝ちだわ。まあもちろんダメージ受けてないから、一応、形式上では五条先生の負けだけど、ラーバント攻撃するじゃん。全然ダメージ受けてない、ほとんど。ほら20何しかダメージ受けずに、ラーバンとこっちも今、もう200減ってるからね。まあさすがにやっぱり防御力はかなり固めっていう感じだから、あと当たり判定とかの関係で、蓄積ダメージはないけど、それでもこれだってほら、まだ少な？今ほら、3分の1も削れてるよ。その状況で少なはまだ、どんぐらいだ？今多分100も削れてないんじゃないか？ 50 ぐらいじゃないか？ちょっと周りの敵に今攻撃されてるけど、それ以外は、ちょっと待って、少な、ちょっとダメージ見せてくんない？少な、ちょっと見せて、少なくん、来た！ほら、まだ970だもん。20か30ぐらいしか減ってない状態でも半分と。あー、これは、多分、少なの勝ちですね。で、さらに、性能的で言うと、でも、五条先生の、まあ、青とかが当たらないので、まあ、もし当たれば、五条先生の勝ち。で、当たらないから、現在はラーバントの勝ちっていう形になりますね。はい、おそらく。だから、多分今僕がペットモッドで、その無理やり、要は、その攻撃させてるわけだから、もし完全に敵対してるような敵だったら、もう相手にならないんじゃないかな。ちょっとおそらくそんな感じはする。いや、ラーバントに勝っちゃうよ、これ、スクナが。今まで結構ラーバントって倒すの無理っていうかね、普通のモッドでは。あ、ちょっと多分これ今、距離で消えましたね、多分。でも多分通常通りやってたら少なく勝ってたと思うんですけど、ラーバントって強すぎて、ずっと残り続けてたんですよね、今までって強すぎて。倒せなくてみたいな。感じで、ダブルーあ、でもこれなんかダメージ受けてないね。あれ、これもしかしてこれ第二形態になったらダメージ受けてないんじゃない？これ。あ、ごめん、めっちゃダメージ入ってるね。ごめんね。ちょっと倒してよか。何どうした？どうした？大丈夫か？ラバトが痙攣してます！誰か AED を！ AED を持ってきてください！やばい！ラバトが泣いてる！はい、これはジョブさせられた。痛い。苦しいね。苦しかったね。大丈夫か？ラバト大丈夫だったか？今危なかった。完全痙攣してたからね。ピクピクピク。ラバトの涙でござる。今めっちゃ衝撃映像だったけどね。ちょっとさ、別のもう一体ぐらいなんか強いキャラいなかったっけ？それ VS ちょっと五条先生戦わしたいんだよ。無理かな、誰かいない強い敵、ラーバント以外の。確かこれドラゴンってさ、これドラゴンは強いんだよ。これこいつ400だけどね、もっと強いやついたはず。まあでもちょっと戦わせてみよう。スクナどうだ、これ余裕でしょ、おそらく。うわぁ待ってくれ。これ8だよね。え？強すぎんか。ちょっとやってみよう。ここら辺とか。
いけ、あー絶対負ける、あー40です、さよならです。さあこれはどうだ、あちっちゃいドラゴンって書いてあったからさ、コッカトライス、どうだ、コッカトライス、コッカトライス逃げて、コッカトライスちゃん逃げて、かわいそう、追いかけてあげないで、逃げてるでしょ、あーコッカトライスちゃん、かわいそうに逃げてたのに。いけ頑張れ、さよならで、なんかすごいピクピクしてます。でさっきのこれがイブグリーン、おモルク、いいぞ、強そうじゃないか、強そう、強そうですが焼き鳥にされます。はい、まあまあまあいいです、とりあえず、まあ、今回はこれ最後にしましょう、これ、はい、ビーデーモ、あーダメだね、あーダメだねということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。改めますね、じゃあよければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様でした、バイバイ。